はい、いつもご視聴ありがとうございます。高畑です。今日は8月10日金曜日ですね。明日から、世間一般はお盆休みだと思うんですけれども、私の方は1日早く、お盆休みをいただきました。ここはですね、戸隠市の、戸隠イースタンキャンプ場ですね。ちょっと前にですね、キャンプ場に予約しようと思っていろいろ探したんですけども、なかなか連泊で予約できるところがありませんでして、でこちらのキャンプ場はですね、予約なしで当日受付のみということで、やってきました。多分明日から、お盆休みということでかなり混むんじゃないかと思いまして、1日早く来て、今からテントの設営です。結構前の方がですね、結構人がいっぱいいまして、テントも結構立っている感じなんですけども、こちらの方はですね、奥の方ですね、ほぼ周り誰もいない状態です。はい、それではですね、早速設営の方を始めたいと思います。はい、とりあえずこんな感じで場所を確保したんで、今からですね、ちょっと受付していきたいと思います。こちらのキャンプ場はですね、設営してから受付も OK というところで、非常にありがたいことですね。はい、とりあえず受付完了ですね。はい、とりあえず3泊ということで、もしかすると延長してここにいるかもしれないです。では、ね、ちょっとまた細かい設定とか、セッティングですね、していきたいと思います。はい、ただいまですね、時刻は4時半ですね、大体。はい、ちょうど雨降ってきまして、もともと涼しいです。今気温も24度という、結構涼しい感じですね。とりあえず、はい、いっぱい。じゃあ、いただきます。うまい。ちょうど今回はですね、テントは木の下に張ってるんで、ほぼ今濡れてない状態ですかね。すぐに濡れてるだけで、ちょっと斜めにもう一枚、タープ張りました。今回いろいろちょっとニューアイテムとかですね、コンパクトにしたかったんで、椅子もちょっと新しくコンパクトに新調しました。ちょっと虫とかね、雨降ってきたんで靴もちょっと今履き替えて、なんかこんな感じですね。はい、途中ちょっと高速で来たんですけど、上越で降りまして、ちょっとイオンとか、その辺に発見ですね。ちょこちょこと買い物して、でそれで、道の駅、高田ですかね。高田だったかな。はい。寄って、お昼食べて、で、ちょこちょこと野菜とかですね、非常に安いんで、そちらで仕入れて、上がってきました。道中もですね、ちょこちょこやっぱ雨降ってたんで、これ使おうか。今晩このまま雨って感じですね。今、隣も今一生懸命、雨降ってきたんで、組み立ててるような状況ですね。では、ちょっと休憩。面倒なんで、この蓋で、これ黒鯛ですね。ちょっとこのまましばらくですね、休憩して、それからちょっとぼちぼちと動いていきたいと思います。もうそろそろまったりとして落ち着いてきたところで、
まあ、外は真っ暗ですけど、霧が出てますね。で、気温もですね、結構下がってきてですね、今ですね、もう20度ですね。はい、20度です。ちょうどですね、この炭火の暖かさがちょうどいいという。やっぱ標高の高いところと、あと雨の影響で、いや、本当避暑地ですね。今回はですね、途中で買ってきた海鮮ですね。ホタテとイカとエビですね。はい、こういうのありましたので、これ今回ちょっとバーベキューで食べたいと思います。味付けはですね、前に買った能登の塩、輪島塩ですね、輪島の塩、これでいきます。で、はい、こちらもですね、途中で買ってきた鮎カップ、お酒ですね、日本酒、はい、ちょうどですね、器に鮎のなんか絵が書いてあります。ちょっと暗くて分かんないかなと思いますけど、では、はい、いただきます。お、辛口ですっきりしてますね。これ日本酒、日本酒っていうか、その感じじゃなくて、すっきりした感じですね。うん、これは結構自分の好みなお酒ですね。こう今雨降ってるんで、今から設営もちょっと大変ですね。ですね、もう時間も7時半ですもんね。受付も多分もう閉まってますね。今回はですね、食料は、まあ、レトルトとかそういうものは一応持ってきてますけど、それ以外全部現地調達で、来ました。ここに設営するのかなと思ったんですけど、ちょっと諦めて、なんかちょっと移動してます。でこれ結構、戸隠イースターの中でも奥の方になりまして、なかなか平らな場所っていうのがなくて、どこ行ってもちょっと斜め勾配があって、ちょっとサイトとしては設営しにくい場所になります。入り口の方はどちらかというと平坦な場所が多くて、結構キャンパーも多いって感じですね。ただこっちの方はやっぱり静かで、なかなか個人的には好きですね。ではいただきです。はい、うん、塩がやっぱ輪島の塩ですね、絶妙ですね。うまい。うん、パチ。今回はですね、結構洗いで野菜とかも、買ってきまして、ただ、ま、お魚とかは結構売ってるんですけど、肉類が全くないですね。ま、野菜メインで、ま、めちゃくちゃ安いですね。もう結構いい感じですね。ちょっとこのままで皮むくのが暑いんで、今回ちょっと紙皿も用意してきました。ちょっと一回冷ましてから、はい、エビちゃんですけど皮むきたいと思います。はい、冷めたところで、皮むきました。
かなりちっちゃくなりましたけど、はい、エビちゃん、いただきます。甘い。このエビは美味しい。甘い。で、日本酒。ちょっとエビをちょっと、実は他にもちょっとエビ買った後にこれ見つけたんで、エビが結構あるんで、もうこれ焼いちゃいます。で、ホタテはですね、ちょっと、焼くとボロボロになるんで、明日か明後日か、まあしばらくあるんで、炊き込みご飯ですね。イカちゃんは今日はちょっともういいかなって感じなんで、はい、ちまちまとつまんだところで、ちょっとこれ食べてみたいと思います。なんか一口メロンっていうのを売ってまして、これですね。どんな味なのか、ちょっとわかんないですけど。とりあえずちょっと。あ、普通の、ん?プリンスメロンっていうか、マスクメロンみたいな。こんな感じですね。なんか、あんまり食べるところがないというか。はい、こんな感じ。本当にちっちゃな、感じとしてはなんか、マスクメロンみたいな。ちょっとこれをいただいてみたいと。はい。あ、これプリンスメロンですね、味は。完全に。ちょっと甘みが足りないんですけど、悪くはないですね。これが結構入って、170円とか、そんなで辛いですね。うん。口休めというか、デザートですね。まあ、スプーンで、まあ、食べてもいいかなとは思いますけど。うん。うまい、うまい。なんか久々にメロン食べましたね。はい、今回はですね、お盆ということで、なんかたまたま上越のダイソーによったらですね、変な提灯ですね、LED の提灯があったんで、ちょっと500円でしたけど買いまして、ちょっとタープの中にぶら下げてみました。うん、なかなかちょっとお盆らしくていい感じですね。これが今回の、まあ、ニューアイテムなんですけど、アマゾンのタイムセールでちょっとポチっちゃいまして、結構これ楽ちんでいいですね。はい、ただいま約10時頃ですね。気温も20度を割りまして、19度台になりましたね。ちょっと小腹が空いたのと、ちょっと温かいものですね、食べたいので、簡単にちょっとチキンラーメンのミニ、分け切りをですね、作っていきたいと思います。はい、こんなとこですね。肌寒いですね。ちょっと下界じゃちょっと考えられないですね。やっぱ避暑地としてはすごいいい場所だと思います。はい、もう出来上がったと思います。ではでは、いただきます。
わあ、あったかいもんね。まあ、普段あんまチキンラーメンとか食べないんですけど、やっぱ寒い時はこういうの美味しいですね。うめえわ。という間に完食、まあ、量としてはちょうどいいですね、はい。お腹も落ち着いたところでもうそろそろお休みタイムですね。最近この辺りにもですね、クマが出るということで、まあ、食べ物の匂いについたものとかですね、生ゴミですね、そういうものは、車の中で保管してほしいということで、とりあえず、まあ、匂わないようにゴミ袋に入れて、車の中に、まあ、避難、というか退避ですね、しました。で、まあ、雨もまだまだしとしと降ってますので、まあ、なんかちょうどいい、心地のいい雨音ですね。この雨音を聞きながら、ゆっくり休みたいと思います。ではでは、おやすみなさい。